四代目、中村歌右衛門噴するお漫画雨絵は、歌川国吉。早稲田大学坪内博士記念演劇博物館、修造お漫画、雨は、文化年間の末期から天保年間にかけて、江戸で活動した雨の行商人であり、その呼び込み芸である。女装した男性が踊りながら、雨を売る姿は、江戸で評判を呼び、歌舞伎舞踊の所作時の題材になるなど流行した。 おまんの蘇生、外見、売り口上などは、朝倉無生が、雑誌、この花二十二枝に寄稿した記事をはじめ、四壁案主ゲル長、忘れ残り、成立年不明。あと、明治四十二年に、続演石十種に、収録、青ネギ道東ほの、まさきのかつら、石塚法改主の、金星障害人教歌合わせといった、主に、天保記の風俗を記した。 水質集に見られる。一家に示すおまんの姿はそれらを統合した姿である。文化年間の末期、もしくは、天保の初め頃、江戸市中に女装した雨売りの男がいた。公職の地盤の上に、大きな角木工の御所門がある黒木面の門付けを、羽織り、萌え木色の木面体を前に結び、円爪色の前だれ、黒塗りの傘、赤い花をのぞおりを履いている。 年齢は三十代から四十代の肥満した男だが、口紅を塗った女姿で、四つ屋サメが橋から来たという元屋根職人という、青髪を張った籠に飴を詰めて、飽きないをしていた。百0分以上の買い物には、歌や踊りを披露した。可愛いい蹴りこそ、噛んだからかよふ、憎て噛んだからかよ張りよか。おまむが、雨ジアに散って、不四分寺や角木工のご所門は、時わずの門。 四谷サメガ橋は、現在の新宿区若葉三丁目から、南元町周辺で、当時は、岡場所として、有名だった。近世障害人京歌合わせではこの姿を、当時流行り者の随一なり、その音声嫌みなる身振り、また他に類なしと評している。嫌みな姿とはわざとらしく顔する、仕草のこと。まさきのからでは、声おかしくとあり、宮おこし男は、 男性で歌ったのではないかとしている。歌川国吉、当西流行見立ての中にいるお漫画アメ。1839年五ー間、館。山口県立萩美術館、浦上記念館所蔵このお漫画、アメ売りは評判を呼び、子供から大人へ、やがては芸者の間にも伝播し、お座敷の芸として真似る者までいた。やがて、天保十年に、浄瑠璃下台、花、 伊藤歴色書八景で四代目、中村歌右衛門がおまんの姿を演じ、その姿を、歌川国義や歌川国貞によって描かれ、大流行となった。この後、おまんのもとには歌右衛門から、色生が送られ、その商売はますます繁盛した。国義が、天保十年頃に出した、当世流行見立ての中では、四島や住吉踊り、大三神楽といった、 おめでたい大道芸人たちの中に、おまんが、雨売りの姿もある。だが、天保十三年に、天保の改革による、好奇粛性によって、遺体の商売が禁じられると、アクタ団子なる書によれば、今は、かさまえかけもなく、裾そはしょりてくる、よほどおいたりうんぬんとあり、朝倉無性は、変哲もない物売りとして、余生を過ごしたとしている。ふは、通う、て、は、 造手、おまむはおまん、手ふは手。著者や出版年、現存しているのかなどは不明。見せ物研究姉妹編にのみ、言及あり。ありがとうございます。